さあ、続きをやっていきましょう。ってことで、いよいよ飛行船乗り込むって感じか、これは。ここで OK か。調べる。あれ？あ、これか。よいしょ。いやー！ついにが、レネギス。行きましょうか。そしてもし初見さんがいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。さあ、いよ。こいつ、ちゃんと飛ぶんだろうな。そういうこと言わないでよ。あ、そういえばアルフェン、この船、なんて名前なんだ？アルフェン号。名前？さあな。あるのかどうかすら考えたことなかった。せっかく乗るんだし、なんか名前欲しくないか？そうだな。例えば。ファルナイツ。袋を表す古い言葉の一つ、意味は空へのいざない。なるほど、今の私たちにはぴったりの名だな。なんか納得いかねえけど、まあいいか。よし、今からこいつはファルナイツ号だ。やることは2つ。レネギスに行き、これ以上のダナへの手出しをやめさせる。そして茨の正体を突き止めてシオンを救う。いいな。よし、行こう。行きましょう、新世界へ。 BGM が壮大やな。 BGM が壮大なわけですが、さあ、なんか思ってるよりボロいな。でかいけどボロいね。本当にこれ動くのか、大丈夫か、墜落しないか、墜落しないか心配なんだけど、なんか普通に墜落そうな感じがするよな。まあさすがに墜落っていうお笑い展開はないか。まあそれはね、さすがにねえよな。おー、なんかすごいね。いきなり SF 映画みたいになってきたな。信じられないぜ。何のゲームやこれ。何が？だってよ、世界がこんな窓一つに収まっちまうなんてさ。言われてみれば本当だね。お前冷静すぎないか。不思議な絵を見てるみたい。あんだけいろんなことがあったのに、みんな見えないくらい小さくなっちまった。逆に言えば、それだけ世界が大きいってことだよね。サナとレナの違いだって、見えないくらい小さなことなのかも。レネギスまではどのくらいかかるんだ？一眠りするほどの時間はないな。今のうちにこの船の設備を確かめておくといい。そうだな。レネギスではこの船が拠点になるかもしれないし。なるほどね。敵地に乗り込むってことか。私が見ていよう。最も基本的には自動だから、することはあまりないがね。わかった。おお、シオン、なんだか雰囲気が。もうすぐまたスキットか。シオンにとってスキット多いな。里帰りみたいなものなんだよな。ダナに降りてくる前、レネギスでの暮らしはどんなだったんだ？いい思い出はないわね。物心ついた時にはすでにイバラが発言していたし、治療のためと言いつつ、実際は研究対象のようなものだったわ。研究って、そんな。本当よ。どんな条件でイバラが現れるのか、触れた側の影響はどう変わるのか、毎日毎日そんなことの繰り返し。解剖されなかっただけマシかもしれないけど、触れて激痛にのたうって、その後私に向けられる相手の目は怪物を見るかのようだった。自分の意思とは関係なく人を傷つけてしまう存在。そんな絶望しているところに追い打ちをかけるように、破滅の未来を見るように。
望みなんて持ちようがなかった。誰とも触れ合えないまま孤独に生きるしかない。生きていてもやがて破滅に飲み込まれる。だからせめて世界を救うために死ねば自分の人生にも意味が見出せるんじゃないかって思うようになったの。すまない、嫌なことを思い出させた。いいの、今はもう違うもの。みんなのためにシオンが死ななければならないというなら、シオンのためにみんなが死んだっていいはずだ。何を言い出すの、そんなこと許されるはずが。もちろん許されないさ。だがただ運が悪かったというだけで、一人が他の全員のために犠牲になるなんてあってはならない。それは結局奴隷が生贄にされるのと変わらないんだ。俺たちの戦いは自分たちだけが助かるためのものでも、世界のために自分たちを犠牲にするものでもない。みんなを守る、世界を救う。ただそこに自分もいなきゃダメなんだ。犠牲のない世界のため、あなたの戦いそのものね。俺一人のじゃない、シオンの、そしてみんなの戦いだ。みんなで掴む勝利でなきゃいけない。敗者がいてはいけない。今わかった、これはそういう戦いなんだ。敗者がいない、ダナがレナを倒して終わりではないってことね。本当にできると思う？できると信じて命がけでやるんだ。でなきゃ何かを変えるなんて永遠にできない。そうだったわね。そのくらいでなければ未来なんてつかめない。やりましょう、私たちで。おお、なるほどね。お前らそういう考えってことか。それぞれのドラマがあるわけよ。で、お前はさ、スルドじゃないの、そもそも。7年ぶりだ。あ、お前行ったことあるんだ。スルドとしてレネギスを立ってからか。ああ、まあ一応スルドだったもんな。私とて人並みの感情はある。ああ。てかこいつ派遣されてきたんだやっぱ。レネギスには君の過去もある。行けばそれと向き合うことになるかもしれない。なるほどね。恐れはないか。いや、お前だよお前。俺じゃなくて。だからって逃げるわけにはいかない。過去は変えようがないが、未来はわからないからな。そうか。デュオハリオン、失敬した。こんな時にする話でもなかったな。船内の確認を済ませたらまた声をかけてくれたまえ。おお、終わったね。なんかさ、スキット多くね？これ何？うわー、なんかすごい SF 映画みたい。なんかドラえもん映画で昔こんなんなかったっけ？なんかあったよな、こういうの。ちょ待って、お前結構マニアックなところいるな。おお、二人ともできてるね、やっぱり。こいつら結婚してんのか。よく二人でいるよな。お前ら仲いいよな。マジで仲いいよな。この船が落ちないか怖いんだって。最初は何かわいいな。別に怖いとかじゃねえよ。ただこんな鉄の塊みたいなのが支えもなく空飛んでるなんてちょっとくらいおかしいって思うだろ普通。星船ってそういう機械じゃない。私は別におかしいって思わないけど。いや、お前の神経がおかしいんだよ。俺が言うのもなんだが、レナの技術は信頼できると思う。俺が今こうしてここにいるのもある意味そのおかげだしな。そっか、そういえばそうだよね。納得したロウ？なるほどね。納得するしかねえ。納得するしかねえよな。終わった、結構早いな。だけどさ、この二人めちゃ仲いいよな。やたら仲いいんすよね。これだけ仲いいとなんかできてるとしか思えねえんだけど。で、キサラか。結構遠くに行っとるな。てか、でっけえ長いな、
この飛行船みたいなやつ長っ。誰が作ったんだろう。忘れていたな。ありがたいことに海の上と違って星船はほとんど揺れがない。何よりだ。その装置が気になるのか。どういうものなのかと思ってな。中に人が入るようだな。治療層だよ。怪我や病気を治してくれる。なるほど。もしレネギスで傷を負った時は役に立ちそうだな。アルフェン、どうかしたか。いや、レネギスを脱出するとき儀式で暴走してボロボロになった俺をネビリがこれに入れた。そのことを少し思い出したんだ。脱出するときということは、お前は300年間この中にいたのか。300年間、それはやばいな。どうして300年も眠り続けたのかはわからないな。そうか。だが偶然かどうかはともかく、私はお前が目覚めたのが今の時代でよかったと思っているぞ。どういう意味だ。お前がいなければ私たちはここまで戦い続けることはできなかった。だが何よりメナンシアを出るとき、私が言ったことを覚えているか。共存の夢とは何なのか自分で考え学ぶ必要があると。ああ、だからメナンシアに残らず俺たちについてきた。あの時の私は与えられた理想ではダメだと言いながらも、兄さんの願いを叶えなくてはという思いにとらわれていた。兄さんの思い出は大切だが、気づくべき共存は何よりこれから生きる人たちのためのものだと改めて気づいた。そしてそれをメナンシアだけでなくダナ全体に広めたいと私自身が願うようになった。みんな正義のヒーローな。この旅を通じて学んだことのおかげだ。だからそんな機会をくれたお前には感謝しているんだ、アルフェ。感謝されるにはまだ早いさ。赤い女のこともある。赤い女気になるよな。あいつ何なんだろう。まあ、この動画出る頃には多分ね、もうすべて終わってんだけどさ。どんなことがあろうと長えよな。そらすまいと思う。貴様とはいえ、まずは目の前の問題を片付けなければな。深いね。いやー、本当になんかアニメのような映画を見てる感じ。なんかあんまりゲームやってる感じがしないよな。まあ、シミュレーションゲームみたいな感じよ。で、奥の方に星マークが出ているので行きましょう。うえー、また兄貴が操作してんのか。てか結構入り組んでるよな、これ。入り組みすぎよ。さあ、ロードが入った。そろそろレネギスに乗り込む準備に入る。おお、いいぜ。レネギスとはどういう場所なのですか、ティオハリム。そういえばちゃんと聞いたことなかったよね。俺も聞いておきたい。俺は大昔のことしか知らないし、そもそも監禁されていたようなものだからな。レネギスはそもそもがダナでスルドブリが行うためのレナの機関拠点だ。それ自体が一つの都市であり、独立した社会を形成している。その社会は一言で言えば序列社会だ。そこでは精霊術の強さが非常に大きな意味を持つ。精霊術の強さで身分が決まるってことか。でもそれって生まれつきのものじゃないのか。訓練で多少変わるし、それのみで決まるわけでもないが、おおむねそうだ。故にスルドやその候補者を多く輩出する家系はどうしても偏るし、そうした血筋は名門とされている。極めて弱い精霊術しか使えないためにダナに降りることが許されなかった下級階層扱いの人々もいるわ。でもそんな彼らでさえダナに対する優越感は強い。覚えておいて。なるほどな。ティオハリマはスルドになるくらいだから序列が高いのは想像がつくけど、
シオンはどうなんだ。シオンだって強い精霊術が使えるじゃない。ああそうか。精霊術の強さだけなら私も一応上位層に該当するわ。もっともイバラのせいでまともな扱いは受けてこなかったけど。悪い。気にしなくていいわ。あなたの思ったことをすぐ口にできるところは嫌いじゃないから。邪魔すなよ。あれ、ひょっとしてロー照れてるの？照れてねえ。お前らラブラブだな。本当にラブラブすぎだろ。本当は理不尽だ。精霊術の強さで決まるって、なんかそれはそれですごいよな。赤い女もレネギスにいるでしょ。精霊術か。おそらくな。あれの強さって何で決まんだろう。レネギスで起きたのだ。ペレギオンからレナスアルマを持ち去ったことと無関係ではあるまい。レナスアルマがダナの搾取に使われているなら絶対に奪い返す。赤い女にも問い詰めたいことが山ほどあるしな。あの赤い女って何なんだろう。おい、なんか鳴ってるぜ。念のため衝撃に備えたまえ。茨を解く手がかりもきっと見つかる。逆にその手がかりがなければきついだろう。おい、完全になんかスターフォックスみたいになってるよ。何のゲームやこれ。スターフォックスやん。別ゲーだな。さあこれで新たな世界へやってきたわけだが、また新たな生活がここで始まるのか。いや、冒険か。冒険が始まるのか。誰もいないな。なんか近未来的やな。むちゃくちゃ近未来的。多くの場所が自動化されているからな。それに鋭ぶりが以外での利用は異例だ。すげえ。気づかれているでしょうか。すごすぎない。出迎えがないとはいえ警備はいるはずだ。油断すべきではない。なんか壮大なテーマやな。なるべくレネギスの人たちと戦わないで済むといいけど。まあ避けたいわな。普通に考えると、普通に考えるとな。レナスアルマにしても今のところここにあるはずだってだけだろ。どこから探すか当てはあるのか。レネギスには王のみが立ち入ることを許された禁領と呼ばれる区画が存在する。なるほどね。べきだろうな。そこに何があるんだ。何があるかわからないから行くのだ。ここには答えになってるけど答えになってねえよ。わかるけど。ほどの巨大な構造物を変形させるにはかなりの力を必要とするはずだ。ああなるほどね。レナスアルマを使った可能性が高いということかしら。そうだ。アルフェンの記憶によればレナスアルマは300年前の儀式でも使われた。儀式の目的が何であれ、もしそれが今進行しているものと同じならレナスアルマは同じ場所にあるかもしれない。赤い女と共に。あの赤い女がめっちゃ意味深だな。レネギスのどの居住区にもそれらしい場所はない。となれば普段立ち入ることのできない区画だろうということですね。なるほどね。しかし俺が王にされたのは300年以上前の話なんだ。王っていうのが面白いよな。入れるとは限らないぞ。300年前ってもう記憶ねえだろ。俺たちだったら1720年ぐらいか。1720年って何の時代？江戸時代か。江戸時代で徳川将軍だと5代目ぐらいじゃないの。そう思うと大昔だな。はい、ってことでやっていきましょうか。
ということで、ここで一旦終わりましょうかね。まだチャンネル登録をお済みでない方が、もしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。じゃあね。